ばいな、眠いんだけど。眠い。いや、お風呂きれいに入りました今日は。いや、もう髪は切ったよ。髪切ったよ。あ、ハートありがとう、ニコ、ありがとう。爪切ったよ。爪切って。あ、指輪外さないとな。お買い物持ってきます。あと壁あって。髪の毛洗ったよ。いや、今日はね、ちょっと、とりあえず覚え、店を覚えたいよね。店の流れをね。なんか、やばい、観光客が。観光客が。シャワー浴びたよ。シャワー浴びたっていうか、銭湯行ったから。バッテリーないんだよね、もう 30% しか。お店で充電ってできるのかな。 30% しかないんだけど、充電が。充電できるかな。バッテリーない。誰も一緒じゃん。人多いね、なんか観光客が。観光客が。今日は長い長い長い一日ですよ。朝5時まで。朝5時までじゃないかな。お店の配信はお店の配信でやる。アンツブっていう、あれで多分配信で。緊張してきた。緊張してきた。18時。いや、だって余裕で間に合う。あと5分で着く。もう30分前だよ。まあまだ早い。15分前にあったら、15分前にあったら入ろうか。3時間前に。3時間前ちょっと早すぎたね。まさこばあさんに叩かれた。誰まさこばあさん。帽子あかんって。帽子脱ぐよ。メモ買わないと。メモ、いや、これ髪切ったんですけど、今日髪切ったんですけど、俺くせ毛なんでね。香川さん今日来るらしいよ。香川さんも来る。香川さんも来るよ。ちょっと待って、そう、メモ買うわ。眉毛俺できないから。うわ、メモ高い。いや、髪の毛ベトベトやんて。いや、髪洗ったんだけど。俺くせ毛だから。
ダイソー行け。あ、ペンもない。ダイソー行ってる時間ない。いや、いいです。お支払い方法をお選びください。現金を入れ終わりましたら確認の上 OK ボタンを押してください。お釣りとレシートをお受け取りください。お取り忘れにご注意ください。はい、メモは必要でしょう。メモは、メモは、今日から早いな。まだ早い。みんな来てくれますか？俺のリスナーさん、今日来てくれますか？誰か配信者の方も。ダイソー行くほどの時間はないな。もう残りあと30分だから。まあウーバーで1万5000って考えると結構大変ですね。ウーバーで1万5000はかなりの大変だね。確かに。スケロクちゃん仕事です。いや、まだ早いんじゃない？ 6時って言われたから。配信はアンツブの枠だ。アンツブの、面接って何？よし。うわ、うまそうだな、この焼肉屋。店の前にある。うわ、うまそう。レバー、ちょ、いつか食いたいですね。で、お店はここです。日報キャリアプラザ4階。あんたが来ないと潰れます。あんたがいたら潰れますになんない方が、なんないようにしますけど。もうちょっとこれから仕事なのに他の仕事とか言わないでくれる？ちょっと待ってる。まだ早いな、30分前だ。30分。怖い。いや、まだいないんじゃない？まだいないんじゃない？18時から入るけど、19時から営業開始だから、7時から開店します。あんたが来なきゃ潰れますでしょ、正式名称。あんたが来なきゃ潰れます。なんかお腹空いちゃった、どうしよう。
ちょっと質問なんだけど、これ仕事中ご飯どうするの？休憩とかないのかね？つまみ食いしていいの？いやダメだろ。つまみ食いダメだろ。あんたが来たから潰れます。まかない出る？いや唐揚げ食いたい。うまかったな昨日たこ焼き。でもいやもういいよ時間。あ俺あれだな、ちょっとお金ないけどあれ買おうかな、ちょっとエナジードリンク。ちょっと多分眠くなっちゃうかも夜中。眠くなりそう。やばいな、もう眠いもん。ちょっともう眠いからやばいんだよね今日。エナジードリンクだって酒飲むって言ったって誰か入れてくれないと飲めないんだよ。うん、誰か入れてくれるの？みんなみんなおごりで俺に入れてくれんの？誰か入れてくれなきゃお酒は飲まないから。誰かおごるだろう。そうかな。いや緊張するよそりゃ。あのバイト先の初めて の出勤って緊張するじゃん。どこ行っても緊張するよ。どこを働くにしても。ちょっとどうしようかな、買おうかなエナジードリンク。もうちょっとバッテリーがないんだよね。27しかないから。これ店で充電してもらえるのかな。あんま寝てないですね、緊張しちゃって。誰かちょっと配信者の人も来てよ。うわうまそうこれ、寿司屋堺寿司。あ食いたいな寿司。食いたい。ケロクちゃんは来ないよ、仕事だ。いや配信やるって俺がやるんじゃないもんだって。配信店の枠だもん。覚悟ってなんのよ。ちょっと待って、エナジードリンク買うわ。目が、店のパソコンでやるよ。俺の不安点は計算だけだな。計算ができない。頑張ってください。ありがとうございます。頑張るんですけど、ちょっとみんな誰か来てくださいね。ちょっとね、常連の方も、ね、ちょっと出勤前にレッドブルーを。まずい、まずい。
大阪じゃ行けない。今日から働くよ。風呂入ったよ。匂い嗅いでもらえば分かるよ。何時今？あと10分ぐらい行くかも。あと10分で行くか。WBC 優勝したね。ホタルイカ釣るんだって。俺も誘われたんだけど仕事だったから。いや俺興味あるよ野球。だって朝から見てたよ。WBC 見てたよ。いやー危なかったけどね、優勝するの分かってたっていうけど。危なかったけど1点差じゃん。いやかけてないよ。危ないよあれ。アメリカ強いね。配信を分回せと言われてるの。誰に言われてるの配信分回せって。アンツブのチャンネル分かるでしょう。まあいいや、始まったら俺が リツイートはツイッターでするんで見てください。確かにアンツブって探しても出てこないよね。あれで見つけにくいよね。あ、緊張すんな。初めてのお客さんは誰だろうね。あんたが来ないと潰れます。あんたがいると潰れますにならないように気をつけます。あんたがいると潰れますになりそうで怖いで。あ、これみんなフォローしてください。こちらで俺の働きぶりがバッチリ見れるんで。バーじゃないね、居酒屋。あ、でもね、昨日見た感じ、まあ居酒屋でもないな。なんか居酒屋風のバーだな。いや、居酒屋、がっつりの居酒屋じゃないな。おしぼり出しますよ。あ、でもね、自分もバーに出る時もあるらし、なんかその何でもやってもらうって言ってたから、多分バーに出ることもあるかもしれない。俺何でもやってもらうって言ってたから、何でもなんだから、トイレ掃除もやるかもしれない。何でもや。卵焼き焼いてもいいですけど、焦げちゃうんですけど許してくれますかね。殴らないですかね。俺の厚焼き卵焦げちゃうかもしれないですけど、殴んないですかね。殴られないですかね。殴る。いや今日はね、まあとりあえずお酒をね、なんとか頑張って覚えたいなという目標は。あと店のその雰囲気。
の慣れるというか。いや、みんな来てくれるの？今日7時から配信者の人来てください。どんな配信者の方でも、配信者の方今日来てくれませんかね。普通の日だよ、まあ、あんまり来すぎても怖いな、テンパっちゃう。メモ持ってきたよ、メモ持ってきた、さっき買ったよ。5人で行ってさ、めちゃくちゃバン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 頼まれたら俺テンパっちゃうんだけど。レイバー配信者は知らないけど、いいのかな、知らないけど来てもいいと思うんだけど。あ、桜ドーナツ10個ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。20人来る。まあ俺目当てで1人でもね、続々と今後来てくれたら嬉しいですけど。もういた方がいい。いや、歴史が変わるよ。俺が居酒屋で働くんだよ、歴史が変わるでしょ。ちょっと待って、捨てよう。歴史変わるよ、歴史が。何時まで？朝5時までなんで来てください、朝5時まで。あ、緊張してきた。じゃあ行くか、そろそろね、18分前だから。眠いな。あれ？どこだっけ？やばい、眠くなってきちゃった。18分前遅くないでしょ。あれ、俺どちょっと待って、どこだっけこれ、ちょっと待って。あれ、あら、あ、逆やん。ポイントカードですか？はいはい。あ、逆来ちゃった、逆来ちゃった。アンツムの放送はあのふわっちですね、ふわっち、ふわっち。あんたがこのあのね、 Google でね、 Google ってか Google マップでね、アンツブって調べたら出てきます。アンツブって調べたら出てきます、 Google マップで。ちょっと覚えるまで時間があるよ、店のね。風船10個ありがとうございます。栄寿司が近いな、栄寿司が。いや、準備する時間1時間でしょ、だから7時から営業だから1時間なんかあるんじゃない。食べ物あるよ、豚キムチ、豚キムチ、厚焼き卵、とんぺい焼き、唐揚げとか。じゃあお酒飲めない人もね、ご飯食べに来てくれてもね。よし、もう行くか。もう行くか。美味しいよ、唐揚げ。
日報キャリアプラザ4階もう行くか。500円。もう行くか。あ、ちょっと待って、エレベーター使おう。いや、冷凍じゃないと思うよ。冷凍じゃないと思うよ。いや、俺の唐揚げよりうまいと思う。冷凍なの？あ、冷凍なんだ。冷凍なんだ。配信来た方がいいかな。どうしよう、配信来た方がいいのかな。大丈夫。来た方がいい。シャワーしたよ、お風呂入ったよ、銭湯。髪の毛も切ったから今日。ちょっと髪の毛変になっちゃったね。1000円カットはやっぱ変だな。1000円カットどうしよう。切った方がいいよね。ちょっと待って。あれ、まだ開いてないんだけど。まだ誰もいないんだけど。いや、まだ誰もいないんだけど。開いてない。まだ開いてない。いや、みやべんさん昨日挨拶したよ。開いてないんだけど。テレチャンピンさんありがとう。来てくれないの。昨日すいませんね、書いちゃって。香川さんに電話すれば。いや、待ってればいいんじゃない。いや、充電ないんだよね、俺 22% しか。 22% しかないんだよ。いや、多分来てないよね、まだ。ノックしても反応ないから。あ、ホタルイカか。ホタルイカか。やばい、一番乗りだったよ、俺が。気合い入りすぎちゃったかな。誰も来てないよ。本当に今日あるのかな。もしかして俺が来るから中止とかないよね。体力持たない。でも結構朝の5時までって長いよね。俺昨日眠くて寝て起きたらさ、昨日眠くて寝て起きたら5時なんだよ、朝5時で。結構寝たつもりが朝5時なんだよ。え、ということはこの時間まで仕事してんのかなと思って考えちゃった昨日。こんなに寝てもまだ朝5時かよと思って、めちゃくちゃ長いなと。朝5時までめちゃくちゃ長いんだなって。誰もいないから帰ろう。
裏口？裏口じゃないよ。頑張ってたらいつか行くね、うん、誰かちょっと一杯だけ飲ましてほしいな、ビール。おごりシステムで。あんまり飲んじゃうと俺でも倒れちゃうからあれだけど。6時って言われましたけどね、6時半だったかな。あれ Wi-Fi 入っちゃってんだけど、これ見えてる？ Wi-Fi 入っちゃってんだけど、店の。いや長時間って言ってもやっぱり実質7時からだから8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、10時間、10時間ってこと。18時半って言ってたぞ。風呂入りましたよ。髪も切ったし1000円カットで短くなってるでしょ、ほら1000円カット、1000円カット、子供みたいなやつ。人の気配がすんな。いやこれ俺くせ毛だからさ、洗っても洗ってもくせ毛なんだよ。だからバッテリーがないな。店で充電できるのか。知らない人が来てもいい、まあ、やっぱりでもここに来る人って通りすがりっていうよりやっぱり配信のこと知ってる人が多いでしょ。通りすがりの人も来るかもしれないけど、そこにコンセントある。あ、ちょっと待って、本当にコンセントあるわ。これいいのか、使っていいの、使ってこれ電気泥棒になんない、首になんない、いきなり電気泥棒で首になんない、大丈夫ですか。やめ、怖いな怖いな。香川さんがいいって言ったら怖いな。電気泥棒で首になったら大丈夫なの？みんな使ってんの？犯罪です。でもこれ違う店なんじゃない？やめた方がいいよ、勝手に合わせ。確かにだって香川さんの店のじゃない気がするな。共用だから大丈夫。ちょっとトイレ行きたくなってきた。ちょっと早く来すぎたかな、これ18時半だったかもしれない、18時半だったかもしれない。18時って言ったけどな、でも来すぎた、早く、やばい、持たないよこれ、持たないよ、喋りすぎたら。いや、中にいないよ。え？いるの？暴力団だね。いや、来てないな。やっぱ来てない、誰も来てない、誰も来てない。唐揚げ冷凍ってどこ情報だよ。トーク力いらないでしょ、居酒屋に。
話してる暇あったら手動かせ。冷凍に決まってる。いや、トイレない。やばい、ちょっと体力が持たない。早く来すぎて。誰か来てくれるの今日。あ、ドーナツ2個あるよ。今日から頑張ってねって。あ、ありがとうございます。ありがとう。ドーナツ。ドンキに行け。ドンキ遠いでしょ、ここから。今日だったよな。もしかして今日じゃないのか、俺出勤。遅刻しちゃうって。いや、もう着いても。あと3分で宮部に着くって。あ、そうなんだ。あ、本当ありがとう。いや、今週俺今日出て残りどうなんだろう。金土も出んのかな。ありがとうございます。金土も出んのかな今週。じゃあ今週だけ週3日ってこと。俺週3日ってこと。いや、そんなにウコン、いや、いつもあのこの前一日店長の時はあれ飲んだけど、今日はそんなに多分お酒飲まないと思うから飲んでないんだけど。固定でもう一日どっか入るんだよ。金曜土曜日固定で。今日臨時休業。なんで宮部さん来たら切れる。いや、週3とは言われてないな。トイレ行きたい。緊張してきた。とりあえず週に2回って言われてるけど。今日行くよ。雅子さん来てくれるって。てか雅子さんって会ったことあるのかな。俺会ったことないですよね。雅子さん、雅子さん、あ、雅子さんって俺の一輪、ん、違うか、一輪店長来た人かな、違うかな、あれ、あの人、ああ、なるほど。ちょっとごめんなさい。分かんなかったです。ずっと。あ、一日店長来てくれた人だわ、最初に。全然分かんない。違う。ひでえな声じゃない。違う。ちょっと違う。いや、思い出したじゃん。思い出したか。いや、来てください。覚えてます。いや、嬉しかったな、あの時は。ね、一日店長、初め、あの、一番初めに来てくれて。あ、おはようございます。あ、来た方がいいですよね、配信。はい。一回来た。あ、まあ、そうですね。一回来た方がいいですよ。多分。じゃあ、ちょっと、一回切ります。一回切ります。また後で。お疲れ様です。